あ、確かに。白黒とかシルバー黒とか。そうですね。そうですね。そうですね。街乗りのレベルがどのぐらいなのかちょっと見せてもらいたいなと思って。はい。はーい。あ、なんか思ったよりラダーフレームのふわふわした感じないっすね。はーい。もう全然全然乗用車な感じですね。オフロードカーっぽくなくて乗りやすい。馬力あると違いますね。そうっすね。弟が K のジムに乗ってんすよね。一回ぐらい鳴らしてもらいましたけど、別物っすね。いや、そうですね。1500cc ですもんね。そっか、薄いっすか。加速いいし、思ったより安定感がある。なんか昔のジムに乗った時ちょっとふわふわしてる感じがあったような気がしたんですけど、あんまりない、ないですねこれ。はいはいはい、あ、そうです。おじさんとか乗ってたんで何回か乗せてもらったんですけど、ちょっと宙に浮いてる感じがあるなって思ってたんですけど、それを感じないですね。あー、なるほど。普通のジムニーだともうちょっとふわふわ感あるんですかね。はい。これはタイヤとタイヤの幅ですね。あー、はい。なるほど。あすごいいいな。あ、右車線で、はい。説で、はい。黒黒なんでちょっと目立たないです。ああ、確かに。白
白黒とかシルバー黒とか。あ、全然全然。